こんにちは。竹内利益。確かにね、南の帝王以外はちょっと考えられないかなと思いますね。うん。あのシリーズってのいうのは色々権利関係がややこしくって、あんな形になっちゃったみたいです。あのー、私もビデオ、前巻は DVD か。前巻は持ってるんですけども、でも途中でやっぱりね、色んな細かいところで、いろんな事情があるんでしょうね。変わってるところがあったりとか、あとメディア化されていないのがあったりとかするんですよね。まあですんで私は前巻持ってると言いつつも、あれこの話、 出てこないないみたいなねあれ東国原さんだったかなーとかねいろいろと思うところあるんですけどね、うん、まあでもこの竹内力さんもあのー、南の帝王というねハマり役に行くまでにはいろいろ細かい役をやってるんですよね前回もお話ししましたけどももともとは2枚目俳優役でまあどっちかっていうとプレイボーイとかハンサムボーイの役だったんですよである時は誠実なあまあ甘いマスクの ダンディな青年とかねある時はナンパ師みたいなのをやっていて、うん、なかなか役がこう決まらなかったんですけども竹内力になってから逆に他の役はやりにくくなっちゃったんじゃないですかねで続編も結局作りにくくなっちゃったのは竹内力もねお年を召されてくるとさすがにもう限界が来たのかなってところですよね、うん、まあ片っぽではですねやっぱ竹内力さんのようにうんちょっと2本目いきましょうかバッテリー切れますんで。